たまにはですね、先生向きのものっていうことで、これ実は僕まだ授業で使ってないので紹介もクソもないんですけど、ちょっと先生たち見てもらいたいなとこういうふうに思います。今日作ったばっかりのものなんですが、ペアでのスピーキング活動なんですが、まあこれもクリエイティブな発想をもとにどんどん作ってくれればいいと思います。こう使い方はいろいろあるので、ライティングであったりスピーキングのまあプロジェクトラーニングなんでもいいんですけど、たくさん使ってもらえると思います。基本的にはですね、例えばボリュームを上げていくとですね、絵が現れました。でキーワードが現れますね。でここでもうすでにキーワードを何でもいいので、たまたまスチューデントを作っているので、例えば片方の人が There is a student watching something、まあ、スチューデントつかなくても male student is watching something とかね、まだ見てるかわからないので何してるかわかりませんが、そしてこうもうちょっと下げていくと his classmates ですね、they are watching something ですね、だけどここからどんどん作っていけばいいと思います。何を見てるか、それも予測すればいいですね。例えば elementary kids ですから、They are watching, they are listening to your teacher's, teacher's explanation とかでもいいと思いますね。先生が出てきましたが、で先生が何をしているのかというところを作っていけばいいわけですね。例えば、teacher Jesse is teaching authentic spelling and grammar lessons とか、まあ多分authentic とか使えないと思いますけど、まあこれをどんどん使わせていくわけですね。で背景が出てきましたね。スクールですし、例えば correct some mistakes ですから、例えば teacher is correcting the some mistakes by a student's writing とか言えばいいわけです。なので、まあ2人で即興でスピーキングをやるにあたり、情報が少しずつ出てくるので、何度も同じフレーズを使うこともできる。でさらにリフレーズをすることもできるし、途中で変更したり、こんなアイデアもあるみたいなことも楽しんでやれると思います。でバリエーションはまだまだ。例えば、Bob is singing a catchy song とか、catchy pop song とか、何でもいいんですけど、His friend、is feeling annoyed about his, you know,、なんか bad singing とか何でもいいと思いますね。で出てきましたね、たくさん出てきましたけども、例えば stuck ですから、 stuck になるとそうですね、どんなことが浮かびますか。まあ、自分で作っとってなんですけど、例えば like getting a song stuck in your headone go away とか、なんかもう離れてムカつくわみたいな、 annoying getting a song stuck in his head、one go away とかね、ごめんなさい即興で言ってるのでもうミステイクばっかりだと思いますが、でまあ outside であったりだとか、 is singing on a properly each time とか、なんでもいいと思います。即興でやるので、まあミスもたくさんあると思いますが、これをまあ文面に落ち着いて書かせるということも大事だと思います。だから何が楽しいかって、多分情報が少しずつ出てくることだと思うんですよね。一枚の写真を出すことも大切だと思うんですけど、まあ一つ一つ注目させたいところを先生がこう出してくるというか、それがまあ面白いのかなって思って。作ってみました。まあ、これパワポで背景の切り取りで作ってるんですけど、まあ、4枚の写真重ねているだけなので、あとアニメーション効果ですね。はい、そんな感じです。また何かあればアドバイスください。